毎度ありがとうございました。さすが英検ひいきの店、たっぷり堪能させてもらった。それでは新たな気持ちで次の店に臨もう。よし、決まった。もう一軒行くぞ。ありがとうございました。やっと調子が出てきたな。準備運動は全て終わり、ここからがまさに本当の戦い。諸君、用意はいか？新人、ダメ？さっき君は誰って聞いたよな。そうなんだよ、実は覚えてないんだ、なんでここにいるのか、どこから来たのか。覚えてるのは君がゴミの中で寝てたとこから、それ以前は全然記憶にない。さすがに二度は騙せないか。ゲームオーバー。これ以上、僕は何も進められないの。そうだよな、信じられるわけないよな。僕ですら信じられないもん、本当に。わかんねえ。
変なの、名前だけは覚えてるなんて。ありがとう。でもそれだけ、あとは何にも覚えてないや。その名前だって本当に自分の名前なのか自信ないし。でも僕、これから一体どうしたらいいんだろう。これにしよう。わあ、ありがとう。うわあ、おいしそう。ちょうどお腹空いてたんだ。うんうん、そうじゃなくて、電車賃もったいなくてここまで歩いてきたから。決めてきたよ、バイト。そう、ガソリンスタンド。いつまでも君のすねかじり続けるのも悪いしね。せめて食費と生活費の少しくらいは稼がなくちゃ。ごめんね、一人で飲んじゃって。はい。映画始まっちゃうよ。一つで十分なのに。でも僕、さっきのポップコーンでお腹いっぱい。
そうみたいだね。じゃあ、ごちそうになっちゃおうかな。任せる。だって僕、何が好物だったか思い出せないんだもん。はい、お待ち。わあ、おいしそう。いただきます。うわあ、おいしい。なにこれ、すっごい信じらんない。そんなに慌てて食べなくてもラーメンは逃げてきゃしないよ。そんなに好きかいラーメン。うん、そうだったみたいです。変わったお嬢ちゃんだね。あれ、今日のナイターはどっかな。おう、ちょっと待ってくれ。家庭の精神医学、今日も前回に引き続きゲストとして南西総合病院精神科の森崎真奈美先生にお越しいただいております。先生、前回はストレスについてお話をお伺いしましたけれども、今回は。ええ、そのストレスが発生することによって反応する人の警告反応という説明をしたいと思います。この回三塁ランナーも残塁となり、またも得点ならず。その差は一向に変わりません。両チームともどうしても落とすことのできないこの試合、果たしてどちらが徹底打を先に叩き出すことができるのか。僕テレビ見てた。そうだっけ。全員礼。おはようございます。本日集まってもらったのは他でもない、今年の学園祭に発表する映画の企画を発表する。花園、例のものを。はい。おお。囲い目の寝屋。部長、まさか現実にあったんだ、これ。本当にこれやるんですか。ああ、本当だ。
倉さんから使用許可はいただいた。ただしラストをハッピーエンドに変えてという条件で。ここの英検もプライベートフィルムの賞からはとんとご無沙汰。大学の中央執行部からも部室を明け渡せという話が出てるらしい。だからこそ私はこの話題作で賞を狙いに行く。だが今この映画で足りないもの、主演女優。以前真珠事件を起こしたような内容だから学内のやつら誰もなりたがらない。こうなれば大学の外からでもいい。夏休み一月近くを拘束できる女性を探してきてほしい。私からの話は以上。解散。すごい、まさか僕たちの手であの囲い目の寝屋を作ることができるなんて。噂には聞いてたけど、すごい完成されたシナリオだね。でもさ、今から夏休み明けられる女の子の知り合いなんている？へえ、英検なんて入ってたんだ。ごめんなさい。何？よろしくお願いします。おお、名前は？赤坂美月です。赤坂さんね。ええ、はい。いいよ、合格。うわー！私がダメだって言ったってこいつらもう決めちゃってるみたいだしね。しかし、お前たち、英検鉄の掟その1、スタッフは全員の出演者に手を出してはならない。分かってるね。はーい。でも、この映画が終わった後の恋愛だったら構わないんですよね。うわーい。シャーラー、クランクインは明日からアップまで気合い入れていくからね。相手役を務めさせていただきます、赤坂です。よろしくお願いします。あ、よろしく。で、こっちが主演男優の佐久間よしき。こちらの女優さん演劇の経験はほとんどないから、佐久間の方リード頼むね。あの名前、下の名前は？え？美月って言います。美しい月の美月です。美月さん。なあに佐久間、私の目の前でナンパ？いえ、まさか。前にも言った通り、撮影中の恋愛はご法度だよ。ええ、もちろん分かってます。なんて、いきなり名前聞かれちゃった。また
一人の男性の心を惑わせてしまった。罪作りな僕。惑わされた一人目でしょ、君。まあまあってとこかな。記憶喪失な分、セリフを覚えるのも早かったりすると助かるんだけど。今のオートバイ。今のオートバイ、僕を狙ってた。僕を狙っていた。僕を引こうとしていた。本当だって、あれは絶対狙ってたよ。そうもいかないもんね。その気持ちだけで今は十分。設定解除します。留守録音一件です。ただいま留守にしております。発信音の後メッセージをお入れください。なあ二村だけど、明日の撮影の集合場所を変更になったんで、物質じゃなくて直接駅の方へ集合してください。時間は変更なしです。じゃあ明日。8月7日午後6時23分です。誰から電話？ああ、そう。なんか気分変えてさっぱりしたくて。覗くなよ。あの女に関わるな。すぐにあの女から離れろ。あの女には近づくな。若者ってのはどうしてこんなに弱なんだろう。ウィッシュ。グズグズしてると日が暮れちゃうよ。部長。今時体育会系だってこんなことやらないよね。部で前に使った小道具なんだって。誰が倉庫から発掘したのか知らないけどね。ほらほら、どうした？情けないな。こんなもんチャラチャラ歩いてないで、立ったとテンポよく行けば疲れないんだよ。ほら。おお。ほら、こっちこっち。え？部長、このお墓。そう、
その通り。なんだそうだったの。ちょっとあんたのこと見直しかけたのに。なんで一体こんなところに。事情はわからないにしろ、完成途中で死んじゃったんだ。まだ成仏できずにいるかもしれないだろう。で、私たちがその後を継いでこの作品を完成させますっていう霊前の報告と、映画撮影が無事終わってくれるようにっていうお参りもついでにしとこうと思ってね。ありがとう。あんたたちもこういうことって結構大事だから覚えておきなさい。ほら、ぼーっとしてないで墓掃除始めるよ。はい。よろしくお願いします。それではいきます。シーン16カット5、よーい。あなたが私を捨てたいことくらい気づいてるわ。そして憎んでいることも。でもそれが無理ってこともあなたは気づいてる。そうでしょ。私は捨てられないわ。あなたが望んだことだもの。あなたが最初に私を受け入れたんだもの。ね。カーッと。佐久間、佐久間。どうしたの？佐久間のセリフ受けだよ。あ、すいません、うっかり。あんたが演技飲まれてどうすんの？みつきちゃん最高。何、どうしたの。嘘でしょ、初めてなんて。 あんなんでいいんですか。オッケーオッケー、今のままでいいよ。さあクーマ、行くよ。はい、すいませんでした。ちょっと気になってたんだけど、前にこの場所に来たことがあるような気がする。わかんない。なんか嫌だな、ここ。ちゃん、スタンバイお願いね。はい。じゃあ僕行ってくるから。
ないで一人でとっとと帰っちゃって。これでも一応レディーなんだぞ。痴漢にでもあったらどう責任取ってくれんだよ。あー、お前焼いてんのか。おい待てよ、待てったら。嘘、さっきの冗談。ねえ、おーい、このまま一人にされると本当にさらわれちゃうぞ。うありがとう。それは平気。今のやつ僕に言ってた。お前なんか生きてるわけないって。僕この世に生きてたらいけない人間なのかな。でも、なんで生きてるわけないなんて言われるの。私誰、何者。私、必要とされてるの。この世に生きてていいの。変よ、やっぱり私、変なのよ。答えてよ、私。
か、私が何とかするわ。ああ、それとクライマックスのシーン、私のうちの別荘で撮影することになったから。あさってに竹芝桟橋集合ね。美月ちゃんにも連絡よろしく。じゃあね。やったじゃん、主演男優。それにロケにも行けるんでしょ。みんな集まったね。それじゃあ出発するよ。フリーズ。相変わらずだね。どう、気分は。向こうに着いたら主演団員代理だよ。何言ってんの。僕だって初めてやってるって忘れた。初めての僕ができるんだからできるって。それとも僕が相手じゃ不満。あんまりくよくよしない、なんとかなる。ね、部長、美月ちゃん、かわいいですよね。あれ、何怒ってるんです、部長。部長。じゃあもう少し休憩に入ったら撮影入るから準備してね。はい。ほら、いつまでもそんなとこで寝てない。ほら、荷物ばらさないと先輩たちにぬらされるぞ。今日一日くらい休ませてくれるのかと思ってたのに、やっぱり伝説は生きていたのか。我々新人2人は強行日程の映画撮影のため過労であえなく死亡。前にも死人出てるし、やはりこのシナリオは呪われているのかも。そして今回は僕たちが犠牲者ってわけ。主役って美月ちゃんのこと？彼女すごいよね。こうなんていうか、脚本のイメージにぴったりだよね。しかしだ、そんなことより僕が疑問なのは美月ちゃんと君の関係だよ。君の何なわけ？ふん、本当？怪しいな。
まあいいや、信じるよ。でもさ、面白い子だよね。なんかこう、急に男言葉喋ったり、急にぼーっとしたり、まるで別人になっちゃうみたい。コロコロ変わって、一緒にいると楽しいよね。結構みんな狙ってるんじゃないかな。僕？僕は違うよ。僕は他に。なんでもない。なんでもないよ、なんでも。さあ行こう。先輩たちが待ってるよ。義務としてでなく、意思としてでなく、奥から湧き出てくる吐息、それはあなたの喉の奥から生まれてくる震え。カット！お疲れさん。こんなんでよかったんですか？オッケーオッケー、だいぶ板についてきたよ。撤収急げ。これで海のシーンはおしまいですよね。そうだね。次は鳩場のシーンに行きたいんだけど。おい、主演男優代理、準備はできてる？いい返事だ。やる気だけはあるみたいだね。まだからといって演技とそれとは別だけど。そうですね。女の力は偉大っていうか、男がバカっていうか。ねえ、シナリオなんて何度読んだって同じだよ。それよりそのシーンの流れを掴んでおけば、少しセリフが違ったって構わないんだから。シーン8、カット15、よーい、スタート！あなたは私から肉体と意識を奪っていったわ。でも、それで全てと思わないで。それはあなたが気づいていないだけ。無意識の中で、あなたは私の意識の中に入ってきた。無意識の中で、あなたは私の肉体と意識を奪い取っていったの。でも、まだ残されていたものが一つだけ。私の存在。あなたはわざと残していったんでしょ？存在だって手に入れようと思えばできたのに。正直に答えて。なぜ残していったの？違うわ。無意識の中のあなたの声が聞きたいの。何やってんだあいつ、動きゃしねえ。自分で間を作ってるとか？そうだといいんだけど。どうした？あの、鼻血出して気を失ってます。まったくだらしないんだから。しかし鼻血はないよな。なんかエッチなことでも考えてたんじゃないの？おお、ムキになるところがますます怪しい。部長さん、綺麗だもん。ハハハハ。
は私、旅芸人の娘だったりして。ないわよ、そんなの。自分で演じてるって感じじゃないような、なんかうまく言えないけど。あ、いけない。みんなのご飯作んなきゃ。ごめん。破りましょうか。待って、今マスターキー持ってきたから。いつきちゃん、大丈夫？怪我はない？はい、大丈夫です。どうしたの一体？誰がやったのこんなこと？私です。美月ちゃんが自分で？なぜ？そこの衣装ケースの鏡を見たら、誰かが私を見つめていて。中が窓から覗いてた。怖かったんです、とても。目を合わせたらそのまま吸い込まれていきそうな冷たい目。なんとかその視線から逃れようと思わず椅子を投げちゃったんです。ベランダには誰もいないみたい。でも覗くって言ってもここは2階だし、下から登ってくるのも大変なんだけどね。そうですよね、私の気のせいだったのかもしれません。けど、美月ちゃんの荷物持ってきてもらえる？はい。美月ちゃん、鏡のことは気にしないでいいから、部屋を移りましょう。はい。お騒がせして申し訳ありません。
そう。でもあの時は郷田と花園はリビングにいて、私は自分の部屋にいたわ。ベランダ自体に誰か通れば気づかないはずはないと思う。でも一応気をつけてた方がいいわね。よく話してくれたわ。こーら、主演男優ダイリー、こんなところでセリフの練習か。あなたは私から私の肉体と意識を奪っていったわ。でもそれで全てと思わない。それはあなたが気づいていないだけ。無意識の中であなたは私の肉体と意識を奪い取ったの。でもまだ残されていたものは一つだけ。私の存在、あなたはわざと残していったんでしょう。存在だって手に入れようと思えばできたのに。もうセリフは入ってるだろう。演技入れていかないと覚えていけないよ。正直に答えて、なぜ残していったの。違うの。無意識の中のあなたの声が聞きたいの。聞こえる。間違いかもしれないし。見た。見たのかもしれないけど、怖いっていうことだけが一番印象に残ってて。でも何か気になるの。のような気もするんだけど、でも思い出せないの。悔しいけど。やっぱりそう思う？うん。守ってくれるの？鼻血出して倒れても？それはちょっと嫌だな。喋ったらすっきりしちゃった。もう大丈夫、ぐっすり眠れそう。え、どうすればいい？
わかった。正直に答えて。なぜ残していったの？存在も僕がここにいるってわかるの？僕が必要な存在。アドリブにしてはできすぎだね。で、この脚本では次はどうなるの？なんか主人公に都合のいいシナリオだな。誰かいる。シーン8、カット15、テイク2、用意、スタート！正直に答えて、なぜ残していったの？違うの。無意識の中のあなたの声が聞きたいの。義務としてでなく、意志としてでなく、奥から湧き出てくる吐息。部長、このままでいいんですか？いいの、続けさせて。カメラ回しています。それはあなたの喉の奥から生まれてくる震え。今のテイク良かったですね。最後のアドリブも生かしときましょうか。ああ、そうだね。
いお待たせ。この一杯のために生きてる。あーでも汗かいちゃったな。フロアがそっか。ねえ、そんなに僕とキスしたこと後悔してる？なんかいつもと雰囲気違うみたいだし、嫌だったのかなってちょっと考えちゃった。そう、それならよかった。嬉しかったんだ、僕のことを守ってくれるっていう言葉。記憶が戻る戻らないなんてどうでもよくなってきちゃった。それより今まで通りこうして楽しく話ができたらいいやって。男と女って意識してギクシャクなんかしたらつまらないよ。僕は旅行前と同じように楽しく暮らしていきたい。ダメかな？僕の方こそ今までありがとう。過去がわからないような人間に優しくしてくれて、部員のみんなとも知り合えて仲良くなれたし、それに他人を演じることがこんなに楽しいことなんて思いもよらなかった。今まで本当にありがとう。そしてこれからもよろしく。それは時々、いつもは泣き虫じゃないって。隣の村山ですけど、留守の間に荷物を預かっておいたんですけど。隣の村山です。お預けしておいたうちの主演女優受け取りに来たんですけど。そういうわけなんです。信じてもらえないかもしれませんけど、本当に記憶喪失なんです。どうやら嘘ではないようだね。で、いつからこいつとくっつき始めたの？まだちゃんとはくっついてません。そんなこと真面目に答えなくていいんだよ。ダメ。私は弦を担いでるの。前の映画だって女優とカメラマンがくっついてあんなことになったでしょ。でも今回の撮影は死人を出したくはないの。この映画だけはちゃんと完成させて発表する。
のシナリオを預かった私の使命だし、それに部を存続させるというのも部長としての私の使命。美月ちゃんはこの難しい役をちゃんとこなしてくれてるし、今までのことは私の胸の内にしまっておく。でもこれ以上は部の決まりから見て見ぬふりはできない。うちの父親がウィークリーマンションを経営してるから、美月ちゃんはそこに引っ越すこと、これは部長命令。映画が完成したらあとは二人の自由よ。でもそれまでは部の約束を守ってちょうだい。こんなことになってるだろうと思ってたんだから、そのつもりで来たんだよ。任しといて。そっちは編集残ってんでしょ。作業してていいよ。そう、遠慮なんてしないしない。僕の方が何倍も世話になってんだから。それにたまに女の子らしいところも見せておかないとね。
部長の遥さんに聞いたんだけど。赤坂美月知ってるだろ。彼女の昔のことで話があるんだが、ちょっと電話では伝えにくいことなんだ。できれば二人きりで会いたいんだけど。学校の先に潰れた病院があるだろう。そこに一人で来てほしいんだ。私をバイクで襲った人、あれ、佐久間さんのような気がする。今日撮影の時に思ったの。あの時の犯人にそっくりな感じだから。気をつけて。怪我はない？佐久間さんから電話があったの。あなたが怪我をしたから助けに来てくれって。ありがとう。正しい判断だと思うよ。で、そっちの怪我の方は？
結局佐久間はあんたに何も渡さなかったのかい？写真？誰の？これ？なんでこんな怪我してるの？どうして？怖い！何も思い出せない！本当に佐久間さんに襲われたの？美月ちゃんのことは気になるだろうけど、ここは任せて。あなたは編集作業をお願い。あんたも怪我してるんだから、少しは自分の心配もなさい。これで事件は解決するのね。わかったわ。気をつけて。ごめんなさい。遅くなりました。いや、ちょうど始まったとこだから。あ、できたんだ、映画。他の部員の人たちは？
い、私。どうしたの？もう始まってるよ。どういうこと、二村くん。殺されるって。もしもし？もしもし？なんか変なのよ。殺されるって言って切れちゃった。心配だから部屋まで覗きに行ってくるわ。分かった、私だけ行ってくる。何かあったら連絡するから。ありがとう。ごめんね、取り乱して。でも今は怖いの、一人になりたくないの。ああ、赤坂さんね。知らない。推理ね、拍手してあげる。そうよ、すべてあたし。別荘で植木鉢落としたのも、うちに嫌がらせの落書きしたのも、そして病院であなたを襲ったのも、みんなあたしがやったの。それじゃさようなら。あなたなんかにあたしの司法は渡さないわよ。これはあなたの正体を暴くためのみんなで仕組んだ罠。ただもんじゃないと思ってたけど、なるほど。そっちは行き止まりだぞ。司法は私のもの、お前に渡すくらいなら。このまま飛び降りて、私と同じようにこの世から消してあげる。
私、志保なの。私の名前は志保。そう、志保。だんだん思い出してきたわ。思い出すか！バカよね。男なんてちょっと甘い言葉出すとこれだもん。志保は渡さない。志保は永遠に私のもの。近寄ってくる男は全て殺す。いつも登場が遅れて悪いね。病院後の待ち合わせもこの腕のおかげで遅刻したら君が血相変えて追っかけてくるんで慌てて逃げちゃったりしたんだけど、志保さんのことは前から知ってたよ。僕も本物の美月さんに志保さんとの仲を邪魔された一人でね。だから死んだはずの姉さんが目の前に出てきた時はびっくりしたよ。それで聞いてみたんだ。お前なんか生きてるはずないだろうって。でもすぐに分かったよ。志保さんが美月さんの名を名乗って生活しているって。しかも僕との思い出もきれいさっぱり忘れている。もしかしたら君にとっては思い出さなくてもいい過去だったかもしれないけどね。でも一応気になって調べたんだ。学校を休んでまでもね。で、分かった。志保さんが病院でカウンセリングを受けていたこと、そしてある日からぱったり家に帰らなくなっていたこと、近所の人は入院したと思っていたらしいよ。志保さん、近所の人にはカウンセリングを受けて病院に通ってるなんて言えなかったんだろうね。だから捜索願いも出ていなかったんだ。おっと、ちょっと、ベラベラと喋りすぎなのよ。やだ、せっかくくっついた骨がまた粉々になっちゃった。さて、こちらの方もどこの骨を粉々にしてあげようかな。足、それとも頭。そう、じゃあ行くわ。してあげるわ。まったく誰も彼も志保志保って。私の立場はどうなるのよ。で、寄ってくる男って言えばろくでもないやつばっかし。男なんてみんな同じなのよ。さよなら。志保には遠くに行っちゃったって伝えておくわ。それじゃ。何する気？したのに。今回いろんな人に迷惑かけちゃった。部員のみんなにも怪我させちゃったし、特に佐久間さんには。
でも、あの時びっくりした。まさか、あんな高いとこから落とされるなんて。記憶喪失になったおかげで、こんな素敵な人と巡り会えたのかなって思うと、お姉ちゃんにありがとうって言いたい気分。みんな疲れてぐっすりなんでしょ？別にいいじゃない、初めて見られたわけじゃないんだし。ほら。え？うわあ、わかった。あの時姉妹って港でセリフ練習してたの覗いてたの二村さんでしょ。ピンポン。一応ね、主演男優と女優が悪いことしないように見張っておかないと。そうそう、撮るんだったらちゃんと声かけてよね。私だってお気に入りの角度があんだから。なんだお気に入りの角度って。途中で終わんなよ。ち、近頃の若いやつは。残念でしたね、部長。何が？だって、あいつのことを狙ってたんでしょ？何言ってんのよ。だって、結構前から分かっていたんでしょ？志保ちゃんのこと。それに、一緒に暮らしていることも。でも、このままだとあいつの身が危ないから、旅行の後、部長命令とかで二人を引き離したんじゃないんですか？それに、志保ちゃんが怪我した時も看病させずに編集作業しろって近寄らせなかったんですよね。なかなか面白い推理だけど、まさか誰かにそのこと話してないでしょうね。もちろん。でも、口止め料ってことで。どうです、僕があいつの代わりっていうの。フラレ女の慰めかい？これでも僕、一生懸命部長のことを守ったつもりなんだけどな。そうだね、まあ考えとくよ。ねえ、考えといてください。
私、記憶喪失なんですか？季節を抱きしめて、うわっ、まあ、のんきだからそういうとこ好き。いやぁ、何よ詐欺師。お願い来ないで。明日も一緒に探してくださいね。お願いします。さすが、君ならやってくれると思ってたよ。おめでとう。よく頑張ったわ。それじゃ